我らが名古屋城で演舞しとらんかったら会えんかったやもしれん。それを考えるとな、いろいろとこう出会いというのを一期一会大切にしてまいりたいなと思うわけだ。しかしな、こうな列を作っても人数がなこうおるゆえ、まあ十分に時間を取ることができないけれども、なき時間の中でよりなこうちょっとでも深い話ができればええなと思って、私はこう交流を。そうじゃん、交流を図る、な演舞中にも、そうじゃん、深い話、深い話、まあ、演舞中にも泣きくわな、お前らのこと見たことないものって言ったら結構わかるわ。あー、そうだろうな。なあ、そうだろうなじゃないか。そうなんだよ。いや、まだまだ広いからな。なあ、それを考えれば、我らが名古屋城で演舞しとらんかったらそのものに合っとらんかもしれない。まあそうだろうな。それを考えたらな、一期一会と大切にしてもらいたいなと思う。うんうん、まことその通り。まあ、そういう部分に関しては清正はな、こう誠にこう紳士的になこう交流を図っておるゆえ、すごいなといつも思いながら見とるわけで。さようであるか。先ほども午前中に撮ったわしですけどな。もうわしなんかこう入ってきた時に、あの大体入ってくる時にじゃな、どんな話をしとるかなと思って入ってきた時に、歌舞伎者とは思えない真面目な話をしていた。こやつすごいなっていうな、そこが歌舞伎者かなっていうのも、まあ、裏切り裏切りの、まあ、そこは個人のこのいや、まあ、大切にしとるわけじゃない。大切にしていきたいなと思うわけじゃん。で大切にしていきたいなと思いながら、まあ、それを共に楽しんで参る、それこそが、うん、歌舞伎者としての生き様というかな、生き様を。そうなんだ。わしはもうそこ土正面から帰ったら、そういうの。ああ、なるほどな。こう来たらもう、いや、それはダメだ。そんなことないだろ、絶対。清正さん、そんなことないよ。優しいで。優しくはないな。照れとるやん、顔が。いや、優しくはないんじゃん。でも分かるわ、このな、清正さん。清正様と言って、うん、いや、もちろん引き込んでくれるものの気持ちがすごくわかる。なんかな、ちょっと引っかかるんだけど。まあ、引っかかる。いや、わかるぞ。だでわしは刑事殿と同じ思いで多分おるんじゃん。ただ、表現の形が違っているってなる。だで、何の話だ。そうそう、あ、ひょっとしたらもうその場でしか会わんかもしれんし。そうなんだ。だでその一生まあ大切にしたら、うん、そしたらその場では会わん、その場でしか会わんようなことが次があるかもしれない、うん、そしたらわしがこの槍で仕留める機会も待ってよう。そんなこと全然ないだろ。いやじゃないんだよ。来るな、来るなじゃないんだよ。もうな、清正は何かしらこう持ってこう持ってこうとするで。いや、わしちょっと M 中にな、うん、手が切れまった、ぶっちぎれてしまってな、今もうわしの命狙うとるもの。ここ狙えば関節狙い放題じゃぞ。もともと甲冑はここ、こういうとこ狙ってるけどな、内側をな、ここか、ここか、あるいはここか、この膝裏か、あれまあだな。じゃあ冗談抜きで、なんで2回あったりました。1回でええって。正面からは無理だ。しかも意外にあの甲冑これ薄いんだもん。直に感じてもええ。いやでも意外にこう変な話に感じるのが本当の話だからこれは。まあまあまあ、それかここだな、ここな、うん、ここな。なんか変な感じする。ここ、こういうところ狙うんだけれども、わし今もうこの辺全部狙い目だから。腕の開きみたいになってしまう。美味しそうじゃない。これ今ちょっと狙い放題な感じになってしまってるから。だでわしは今こっちに入っとるわけ。刑事殿がこちらにおる人。そしたらわしこちらに右に槍持ちすれば、ただあっちから前行ったでこう来たわけではなくて、そうなんじゃわ、脇があってこちらにおると、うん、今こちらがわしちょっと弱点になってるから、
刑事殿ここにおるな。やり使い刑事殿はここにおる。分からない、わし側でやるかもしれない。そこは信頼しとるよ。信頼しとるよ。お主にだったら背中を預けられると。ちょっとわしトイレ行ってくるわ。じゃあわしも行くわ。いやいや、ちょっといないと途端に不安になるから。左側がどこまでわしに預けとんの。しかも左は心臓があるからな。そうだな、心の臓が、うん、だからより危険なわけだ、左側。よりかつ白攻めの時もこちら側狙われやすいから、左側は。おう、な、うん。白中のはこの名古屋城の場合は右手に折れている場合もあるけれども、こうザーッとまっすぐ進んでて折れ曲がるところがあったら大体こう、あ、右手にこう折れるだろ。そうすると白側から左側が見えると。普通刀とかは右手に持つからこちら側の方が空いているということな。こちら左側を狙うようにしろっていうのは普通作られるもんね。わしもうみたいな、左腕が空いとったらもうそれどころじゃないな。わしこう左側、ね、こう走ってったらババ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 なに今の、今気づいた。何今何の話。いや、拙者がちょっと、あ、ごめん、長なるでいいわ。しかも今気づいたけど、わし一期一会っていう話をしとったのよ。おお、強いわ。いつと鉄砲の話になったの。確かに撃たれてたね。今だとババババババ、かいかいかいって。まあ、拙者もよくわからないじゃあ、拙者がまあちょっと左側、そうじゃったな、弱い側が今ちょっと弱点になっとると。だからまあ、左を刑事殿に守ってもらってる。今こう2枚金と銀がいるから、金と銀って金じゃないわ。交渉が守られて、バカ野郎だね、将軍みたいな。お、持たしてる、持たしてる、持たしてる。持ってくれとんじゃろうと。いやいや、左が薄いんだ。いや、涼しい。左がちょっと危ないな。ずっとこれぐらいがええな。清間様の左が涼しいだけで、もう気持ち涼しいって思う。わしは、わしはちょうどいいと思うよ。いつあれにする。いつの勝負に変える。もう決めよう。前わし実は、じゃあ実は今日かなと思ったんだ、本当は。この話本陣電子。昨日な、実は徳川とわしに行ったんよ。昨日の朝涼しかったろ、多分全国各地涼しかったと思 う。そしたら朝わしが、わしも内心今日から行ったのかしらと思ったら、全然なんかこういうやつはあんま好きじゃないじゃろうな、そういう時は。で、徳川殿別に普通じゃから、徳川殿と刑事だし、刑事はどっかこう見とる思想があるはずだから、なし男で5枚って言ったら多分いなっていうやつはおらんだろうと思ったんじゃが、なんかみんな自然に甲冑の方を着替えました。お待たせしました、サイである。大義なわけないじゃろ、待たせとるんだよ。待たせとるんだよ、大義なわけないじゃろって。なんか言えやじゃん。あ、いいなぁ。確かに今ちょっと強かったです、すまん。で、な、話を続けたけども、そしたら徳川殿も着替えとったし、おうおう、そしたら徳川殿が本陣の窓をザンって開けたんだって、突如、ザンって開けて、何か一瞬こう風を感じて、で、わしはその時になんか草原美茶の CM かなんかに見えたんだスーッと吸って、涼しい、今日は甲冑じゃな。だから待て待ていと、あ、もしかして天候で決めるつもりだったんかって言ったら、朝がもしチートでも暑ければもう6月1日より夏装束でええのではと思うたと、だけども今涼しい上、本日今日は暑くならんと、ちょっと断言した上、今日は甲冑じゃって言って今日甲冑になったんや。で、その時わしとトガードしかいないから、わし何も聞いとらんこれ。そうだから多分わしとトガードしかその会話をしてない。いや絆持とうよ。いや、これやっぱ身分高いところが話し合ってしまっちゃう。やっぱ五大老クラスにならないと、歌舞伎者ではね、やっぱり言ってやりたいんだけども、これがまあ官僚政治の弊害でございますな。すごい今深いこと言ってる。深いこと言ってる。間違いないぞ、言ってることは言ってる。こいつもある意味会員もらってるから、官僚の。私何ももらった。
その日はもう至ってなんてことない。みんなの仲間、みんなの代表、みんなの刑事、みんなの刑事。さあみんな刑事だよ。全員集合。なんで刑事のもとに全員集合してくるの。大変は。前田の年。加藤。さあみんな。いい仕方だ、言い方。一人だけポップすぎる。中山筋肉じゃないか。エアロスミス。ファッションやるの。ファッションやるか。どっちでもいいよ。どっちみち筋肉キャラだ。どっちにしても大名でなんでもない。筋肉キャラちゃうぜ。大体が。鈍いわ。まあそれでまあ勝ちに決まったっていう。さよさよさよ。だからまあ次の週は全員エンバルじゃろう。あれを最後の甲冑とし夏男にしてはいかがかという。それまで甲冑か。1週間よ。1週間言ってもらえますよ。そう、平日は自由だって移行期間だもん。移行期間でしょ。移行期間、学校でもそう。移行期間になったら大体なんか、あ、お前もう半袖みたいなそういうこと。平日は自由。要はあるな、そういうの。演舞の時に夏装束買っちゃうそれこそ本当に刑事だよみたいなそう、一人だけ甲冑じゃないみたいな。だから、まあ、甲冑で、演舞は甲冑で、全員演舞までは甲冑、うん、だけども、まあ、平日は、まあ、自由、おのおの好きなようにせよということで、決まりということで、3円月いないけど、もう決定勝手に決めてもらっていいか。じゃあ、今5人で多数決取る。それでいいと思う人、はい待てこっから見る角度、お前シンクロしすぎなんだよ。加藤派、驚いたわ。カテ茶カテキンの香りが。だいたい水だろ、頭にかけるんですか。こっちも意識半分ぐらいなかったけども、ふわーってかかってきたお茶で、え、なんでお茶って。ちょっと意識が蘇った。そんなある意味良かったかもしれない。ある意味良かったかもしれない。水だったらそのまま流されてたかもしれない。そうじゃ。でもそれでもよ、平日は自由。でもまあ6月はもう。6月言うてもこんだけジメジメしてこんだけ汗かくからもうね、もちもち変えにゃいかん。うん、変えた方がいい。あのやっぱ客人も心配せず見れる環境の方がいいに決まっとるんだ。客人が半袖ですら暑いと言っとるのに、そんな中でこんな厚着をして舞う。それは我々とて負けず嫌いな賞もあるゆえ全然やっとらないかと思う部分もあるけども、それを見て客人があの人たち死ぬかもって思うぐらいだったらやった方が良いと私は思う。だから全員演舞を機に消毒1週間。だいたいお前は早く変えたい側なのに、なんでさっき賛同しなかったの。一人でも、ね、味方が多くなる。なんでお前ちょっと空気読んで手あげない。手あげるなっていうこの空気あったで。違うだろ。だいたいなんかこいつはまだわかるよ。あとの3人はなんかこいつにシフトを合わせた。で、あと人月隊の夏男がダサいっていう全員の共通認識。ダサくないと言ってもベトナムにありますこれは傘があるからベトナム。別にお前らみたいなホーチミン行ってもいないわ大丈夫だって。わしみたいなのおりますよお前みたいな、確かにその傘取ってボッサボサの毛で歩かれたってホーチミンから来ましたかっていう話になっちゃうよ。だけどもそれは別にお主が原動機付き自転車に乗ってるから大丈夫だってあの辺はもうパパパパパパってね、ああならなきゃ大丈夫。大丈夫大丈夫。人形座隊ももうそれを持ってもう打ち壊す。どこ見てんだろう。なんで上見てるんだよ。天候もじゃないんだよ。それこそお前野人だな。空見て天候気にするってなかなかないぞ。喋るよな。原始的だな。風向きを調べるなよ。なんでこれで調べるの。ゴルフ光を風向きを調べ
分かるけど、そのジャンルの違うところから風向きを持ってくるの。でなんでそれをわざわざ相手に渡してまでやる必要があるの。いやもう決めたの。決めたの。全員募金に夏装束に変えるの。決まりなの。もう一人だけですか。違う。なんで一人だけ決め、なんでわしここでそんな決意表明してくる。全員の意識、名古屋おもてなし武将隊。今ここに蘇る。元気が遠くてカーン。元気が遠くてしかも目の前でこうやってから思わず刑事の手をこう。ショーン行っちゃったけど。決めたの。変わるの。もうお前らがいないうちに機械の陣の会長全部隠してやるから。夏装束を前面に出してお前らの会長全部しまい込んでやる。グソコビツに入れてお前九州の丸竹まで送り返してやる。俺が嫌だったら俺を容認せよ。これ400万年前だったらわしの独断と偏見で全部お前好きにしてやる。今だからわしは合議制を持って収めようとしてるんじゃないか。そうだな。じゃあ一人一人聞いていく。お前はどうだ。わしに被っちゃった。今申し訳ない。面白いことやってくれたのにわし前に被っちゃった。じゃあもう一回聞く。お前はどうなんだ。私はそんなことしたい。隣にいる被ってる人はどんなのかわかりませんが。僕もわかります。ボビーアルドみたいな。確かに高低差つくけど。なんでお前らワンセットでやったの。じゃあ二人は変えるってことでいいね。どうする。件についてはまた後日ということで。ということでらしいですよ。何この心優しい怪獣同士なんですけど。ごめんなさい、お前持ち方信じろ。そろそろお前目覚ませ。ついていく人間をしっかりと定めよう。いつまでもついていきます。やめろ。大義でやる。大義でやるけどない。連中勝中。だいたいお前武将対一の扱い二人組やから。本当だ。連中勝中じゃないわ。倒れたらそれまでよ。かっこえ。そう、こいつ砂漠に甲冑で連れてきたね。もう嫌だっちゅうぐらいのところに連れてきたよ、ね、そう。いつか認めさせてやる。まあええわ。今日はどの道あるじゃ軍議があるゆえ、そこで10人で話をし決めようではない。親方様が申せばそちら断る権限はないぞ。親方様が申せば。そうです、その通りです。ちょっと待って、わしちっちゃいこと言うけど、わし舐めてんだろ。確かにわしだって親方様にはもういなとは思うせんよ。だけどもだ、なんで急にわしの目をまっすぐ見て親方様が言えばそうです。わしも言ってるだろ。はい。同じ意見だったらどうする。そうします。わしは言ってるだろ。でも親方様の意思がないからわかんないってか。そうです。バカ野郎。悔しいな。悔しいわ。そんなことしてないよ。やってたわ。さあ、もうこんな話はさておいてよ。いいな。本日はまあこの時間になったらやらい数字になったけども、うん、はい、まあ、また明日からも暑いだろうし、ジメジメするであろうし、まあ本日この中で名古屋、まあ、東海地方住んでる方っていうのもおるかもしれんけど、地方から来た者もおるかもしれんでな、またいつぞや必ずや名古屋城に遊びに来ていただいて、また我々の夢見ていただければと思う次第で、また詳しきことは全て我々の日記帳、まあ、ブログに目を通していただいて、本日、まあ、我々も日記帳を記すゆえ、みなみなからコメントが寄せられるであろうな。うん、待っておるから。これ、前、絵は言っちゃうわ、強制だから。誰にでもいい。誰にでも描けばいい。見てるぞ。見てるから、しっかり描くように。うん、よろしいか。はい。絶対全員言ってない。忠義の心を疑われるよな、今日は。はい。あんなかっこよく立ってたのに返事が軽すぎておかしそう。はい、怖い。まあまあ良いわ。皆の衆も帰りは気をつけて帰られよ。ではまた会おう。皆の衆、さらばじゃ。さらばじゃ。ありがとうございます。